ですね、前回カタナラベスク秋華賞で牝馬3冠を狙ったんですが、残念ながら2着と敗れ去りまして、牝馬3冠を達成することはできませんでした。この状態でエリザベス女王杯出しても間に合わない、というわけで、ちょっと次も G1 なんですが、どこをレースに出すかは考えどころです。確かベスト体重が488キロになったんですよね。あとですね、この馬体質があってあんまり強い調教はできません。まあ、おっと勝負工場が SS になった。成長促進、調子回復、よってですね、まあ馬体重の問題もあるんですが、調子を測りつつの追い切りになります。この辺りですね。体質はね、変えられないっていうのがちょっとね、辛いとこではあるんですが。人参ですか。人参だったらこれだな。ゆっくり育てていくしかないような状況ですね。とか言ってるうちにもう、寿命がどんどん減っていってますね。正直ですね、この世代ってそんなに狙わずに、こう、体調がやっぱり良くなく、残り83周と、もう、残り3分の2になっちゃってますから、記録は狙わずに、逆にまあ、レースには出すものの育成でもいいのかなという気が、ちょっとしてまいりました。疲労回復ですね。当然疲労回復大根の代わりに、さて今何月でしょう。12月ですか。どんなレースがあるんだろう。アニマを持つことは持つんですよね。ただね、牝馬限定戦の G1 って しばらくないんで、何かをレースに出すしかないんですよね。こんなとこに出してもちょっと辛いんじゃないかな。で、絶対芝でしょうし、ターコイズあたり、まあ、レースっていうのはもうこの辺に出して、消耗を避けるっていうのはいいかもしれないですね。こんなレースもあります。方向マイルってまだ取ってないのか。エーシンプレストン。ちょっと距離加減がやはり気になるな。まあ、かといって有馬に出しても距離上限が気になる。東京大賞典だと、やはりダート適性が芝より見劣るんで、そこも引っかかる。ステイゴールド落としか。まあ、でもそろそろレースに出してあげたいとこですよね。まあ大根でしょうね。疲労をどんどん取っておく必要があります。
この年は有馬ってなんだろう。あと海外遠征しない方がいいかもしれない。よってですね、有馬に出すことにしました。あ、これ12月を3週か。マンカフェ、アメリカンボス、テーマオペラ王の年か。すごいレベルの時だな。まあでも、載せるしかないですね。Cに戻しましょう。この状態じゃ重いってことですよね。瞬発力 A でした。能力自体は高いんですけどね、それだけに体質が弱いのが本当に惜しまれるわ。さあレースです。勝負工場を伸ばしたいんですけど、これをやるとあとこれ疲労回復させましょう。そしてですね、多分これベスト体重なはずなんで、プラスゼロっていうのがあったよな。これだ。何だったっけ、人参なんだ。じゃ調子回復させないといけないのか。まあでもまあどっち、これですね、高級オレンジジュース。これ調子も馬体重も良い状態、かつ疲労もそんなにない状態で有馬記念に臨むことができます。さあ何番人気になるんだろう。おっと、すごいな。1.2 倍なんだ、この5に及んでも。しかも、これらの馬、トス合わせても一番人気なんだな。そんなバカな。マンカフェ、マンカフェとテーマオペラ王の単勝買ったろう。10万やけどね。他丸がついているのが東海王、なんと東海王座。東海王座はないだろう。なんぼなんでも。トップロード。この年ってトップロードだったっけ？いや、そんなはずはないよな。3歳の時だったから。と、アメリカンボスの副賞もいりますよね。というわけで、こんな感じで馬券を買ってみました。さあ、ちょっと微妙に距離は、長いかもしれませんが、一応範囲内に入っているのは、幸いです。その有馬記念、一目瞭然とは書かれてますが、果たして、どうなんでしょうね。まあ見てみましょう。マンカフェってそれほど、確か菊花賞取ってなかったっけ。
先行グループからまず見てまいりましょう。テイエムオーシャンがかわしていきました。その後ろでやりましょうか。3番片野アラベス積極的いきますね。やっぱり2番イブキガバメント、それから名称ドトー、トゥザビクトリーがその後ろ、内から1頭アメリカン。瞬発力もあるんですが、ちょっと抑えた競馬をしてほしいところ。トップロードは中段や後ろ目ですね。さあ先頭に立っちゃいました。引っかかってんのこれ。いやそんなことないな、気象大人ってなってるからスピードがあるんだろうな。下手に名称怒涛が不気味だな。逆にトゥザビクトリーとかアメリカンボスも6番手いい位置つけましたね。まあ、直線の短さは果たしてプラスに働くか、ペース見てみた方がいいかもしれない。さあ今そんな早くないかもしれないね。58秒、1900だからまあ早くはないよね。さてこれで粘ることはできるか。テーモーシャー追走いっぱいで名称怒涛が上がってます。オペラ王も4番手に来てますが、足量がそれほどない。これは勝ちましたね。強い。むしろテーモーシャーが粘ってるぐらい、ま、一体一体のレースになったや。やりました。一番人気で、見事に勝利です。2着テーモーシャン、3着名称怒涛か。名称怒涛だったかもしれないよな。まあ、名称怒涛でも 3.5 倍なのか、そんなにつかないんだな。なんかすごい師匠の荒波結衣も喜んでおります。つかみ取った勝利ですね。ウィンナーは得意なのか苦手なのか、どっちなんでしょうね。パートナー調教はやるべきってなってますね。まあ、放牧は何周でもできますからね。まあ、ここはもうやっときましょう。もっと食べよう。というわけで、チーズで体重を増やした方がいい。とは言ってますが、なんでこれ、いい状態戻るんだ。やっぱりよっぽど馬体重減らせると、よくないのか。まあ放牧です。一生懸命走ってくれました。本当素晴らしい。と次回どうしましょうかね。ビクトリアマイルには出そうかと思ってるんですが、まあ WBC ですかね。確かに小モードは気になりますが、ガチャ見てみますか。あ、そうだ、これデイリーガチャ引かないといけないんだ。今回のガチャはさあどうだろう。おお、 SR 湘南カンプ。初めて引きましたね、湘南カンプは。今限定はディープインパクト祭りしかやってないですね。
はい。というわけで、なんと、テーマオペラ王やら、名称怒涛やら、マンハッタンカフェやら、アメリカンボスを差し置いて、もちろん、同性愛のライバル、テーマオーシャンを差し置いて、有馬記念を取ってしまいました。素晴らしいです。というわけで、次回 WBC 出すか、別のレースに出すかは、またですね、考えて、挑みたいと思います。はい、まあ毎度のことになりますが、チャンネル登録、高評価、動画の共有へのご協力よろしくお願いいたします。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。はい、この後、最後の20秒で関連動画プレイリストを流れます。よろしければそちらもご覧になってください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。